はい、どうも、佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報、医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。ですね、僕がね、担当させてもらってる、ある患者さんがおられまして、はい、もうね、アスリートのようなね、おじいちゃんがおるわけですね。はい、年齢的にも若いんです。もうね、ほんまに70ちょうどだったかな。はい、もうぐらいの年齢の方で、すごく若いね、おじいさんっていう感じなんですけれども、すごいね、アクティブな方なんですね。なんか高齢者同士でね、こう集まってですね、なんかコミュニティをこう築いてたりとかですね、あとはね、こうなんか出し物っていうんですかね、なんかこうイベントごとみたいなのを、その同じようなね、年代の人たちとこう、イベントごとをこう開催してですね、いろんな人にこう来てもらうようなね、こう企画をしてたりとか、なんかそういうふうにね、なんかいろんなところでね、こう、動いてらっしゃるおじいさんなんですね。仕事そのものは、本職はもうリタイアされてね、退職されて、今そういったね、生活をしてると、すごいいいなっていうふうに思うんですね。ただね、やっぱりちょっと物忘れとかがね、気になるということで、うちの方に来てですね、訓練の方していただいてるというような状態なんですけど、そういったね、なんかいろんなところにこうね、目を向けたりね、いろんなところにこう顔を出したり、環境に触れるっていうのはすごくいいことだなというふうには思ってるんですが、ただ一つですね、これはね、ちょっと控えた方がいいなって思ってたポイントがね、一つあったんですね。あったというか、あったんですね。はい、それが何かというとですね、運動なんですけど、そのね、おじいさんはですね、運動しまくるんですよ。はい、すごいです。もう、だからアスリートみたいな感じ って言ったんですけれども、よう走るんですね。家の近くにですね、ちょっと広めの公園があってですね、そこをね、走るのが日課なんですって。で、話を聞いてるとですね、なね、スピードでね、走ってるんですよ。はい。でね、なかなか長距離。そう。だからね、それがちょっと僕の中ではね、あんまりね、こう、認知症を改善させるっていうね、ポイントにおいてはですね、ちょっと微妙だなというふうにはこう、思ってたんですね。はい。それがなぜかというとですね、運動をね、過度にすると、結構ハードなね、運動とかをするとですね、体の中について活性酸素っていうものが溜まってくるんですけれども、はい。それらがですね、溜まりまくると、だんだん体はね、こう処理できなくなってくるわけなんですね。はい。処理できなくなってくると、じゃあ活性酸素がね、その体に残ってですね、どうなるのかというと、酸化をすると。はい。平たく言ったら体が錆びていくみたいな、はい、感じですかね。はい。そうなるとですね、細胞はですね、なかなかね、こう、電気信号をね、通すことができなくなってしまいます。要はね、働きがね、こう鈍くなってしまうんですよ。そうすると、だから脳の細胞とかもですね、働きが鈍るんで、なかなかね、こう、物事を考えたりとか、その機能がこう、遅くなってしまったり、してしまうというような状態を引き起こすわけですね。はい。なので、そのおじいさんの場合はですね、ほんまに、だからもう、調子いい日というかね、めっちゃ走ったなっていう日はね、9キロ、10キロとか言ってますしね。はい。で、結構スピードも飛ばしてるようなんですよ。はい。ジョギングが好きっていうことでね、なかなかやめたくないっていうことだったんで、でも控えめにね、みたいな感じでこう注意を促しながらですね、言ってたんですけどね。はい。趣味っていうし、好きっていうしね、なかなかね、こう止めるのも、どうかな、みたいな感じで思ってたんですが、ここ最近はね、ちょっとずつね、こう減らしてくれてるようで、2日に1回とかね、最低2日に1回のペースで走ってたりしてたんですけど、その人。ここ最近はね、3日に1回とかね。で、走ってもなんか3キロとか。で、なんかこう、すごい、なんていうんですかね、こう、飛ばさないような感じ。ペース的には。ちょっとゆっくりな感じで3キロほどをね、こう軽く流すような感じの運動にしてるということで、かなりね、運動量としては減ったので、かなりいいかなと。はい。活性酸素がね、たまる、なんかこう、要因っていうのが一つね、減ったのかな、なんていうふうに思っております。はい。これを見ていただいているあなたもですね、こう、運動はね、全般的にね、こう、体にいいんだとかね、だから認知症にもね、効果的なんだと、もし思ってですね、運動されてるという方がいればですね、そういったね、側面で、認知症に対してね、悪影響を与えることも、あるということをね、一つ知っていただけたらなというふうに思っております。はい。今日の内容はこれで以上ですね。今回も動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。こういったね、情報を毎日配信しております。よければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。では、さよなら。